ママに七面鳥を焼いてあげるね。あーすごくいい匂いがする。うわー、どういうこと？ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼ。ライアンの自動販売機がオープンしたよ。何か買っていかない？ライアンの自動販売機？やった！こんにちはライアン。いらっしゃい。わあ、いろいろ売ってるのね。バナナに牛乳、オレンジジュース、リンゴ、ブロッコリー、エビ、人参、そしてチキン、ママの大好物。どれにしよう迷うわ。何がおすすめ？僕のおすすめは七面鳥。七面鳥？あら、これがそう？わかった、ポチ。あ、お金入れてなかった。これ豚の貯金箱。いくよ。よしと、お金を入れる。チャリンチャリン。よし、七面鳥ください。ポチ。マイドアリー、七面鳥が注文された。どこかな。ああ、あった。これをじゃん。あ、来た。あ、でもライアン、これ生のお肉よ。食べられない。それじゃあ僕のレストランに来て。すぐ隣だよ。ママに七面鳥を焼いてあげるね。こうしてこの中に入れて、スイッチオン。温度を上げて熱々で焼く。早く食べたい。楽しみ。チン。あ、できた。じゃーん。おっと、七面鳥です。お、召し上がれ。あー、すごくいい匂いがする。うわー、どういうこと？ダイアン、なんで虫がこんなにたかってるの？知らない。じゃあオレンジジュースをサービスするよ。わあ、オレンジジュース大好き。うん、でもこれは虫がついてるから食べられないわ。七面鳥は食べられなかった。で、お会計はいくら？今いくら持ってるの？ああ、見てみる。待って。わっ、 OK。 今あるのはコイン5枚ね。あら、6枚、ありがとう。お会計はいくら？このコイン1枚が1000円分だから、お会計は6000円になります。嘘、6000円？七面鳥が？虫もいたのに？何よそれ、完全にぼったくりじゃないの。もう帰るわ。ああ、ちょっと待って。このレストランにいい評価をつけるのを忘れないでね。あと一つだけ、感想を次から選んで。 A、 僕のレストランはサービスが良かった。 B、 すごくサービスが良かった。 C、 最高にサービスが良かった。ここのサービスなんか0点に決まってるじゃない。じゃあねー。ママはきっと満足してるから5点満点の星をつけてくれる。最高のサービスだって言うだろうね。自動販売機に戻ろうっと。いらっしゃいませ。僕の自動販売機で美味しいものを買いませんか？いやあ、ライアン、どんなものを売ってるの？いろいろだよ。そっか、どれにしようかな。それじゃ牛乳とリンゴを買おう。お金を入れるよ。いや、よし、リンゴと牛乳っと。オッケー。リンゴはこれだね。牛乳はこれ。ほい。やった、見て、牛乳とリンゴだよ。でもこれどうやって食べるの？僕のレストランに来て。すぐ隣だよ。わかった。特製リンゴデラックスを作るね。まずはリンゴを切る。おっと、切れた。よし、これを、あ、上半分にしよう。それからオレンジ。よし、上半分を入れる。それから、おっと、洋梨も入れる。それとパプリカ。あとはアイスキャンディ。
パプリカ？それ辛いの？いや辛くないよ。ほんとこれっぽっちも辛くないから大丈夫。全然辛くない。そっか。それじゃあお任せするよ。早く食べたいな。よし、それじゃあ水を入れるよ。ホットソースなんか入れてないからね。オッケー、できたよ。どうぞ。うわ、すごく美味しそう。うん、辛くないよ。ホットソースとか辛いものは全然入ってないから。もう待ちきれない。パプリカ、辛くないんだよね。うわ、めちゃくちゃ辛い。牛乳を飲めばいいんじゃない？ああ、そうだね。そうする。だいぶいい。ありがとう。こんなに辛いとは思わなかった。帰るよ。あ、ちょっと待って。お金払ってない。お金？さっき払ったじゃん。レストランは別料金だよ。だってここは自動販売機とは違う場所だからね。もうお金ないよ。ただにしてあげてもいいよ。ボトルフリップで僕に勝ったらね。わかった、勝負しよう。ボトルフリップチャレンジだ。先に3本成功した人が勝ち。もしも負けたら皿洗いをやってもらうよ。皿洗いか。受けて立とう。いくよ。3、2、1、スタート。よし、1本。こうかな。僕まだ1本。よし、OK。1本。追い上げてきた。2本。嘘、まずい。負けちゃうよ。このままじゃ危ない。ぶつかると。3本。やった、僕の勝ち。じゃあねー。おーい、このレストランの評価、星5つつけてね。わかった。じゃあまた。バイバイ。さて、自動販売機のラストオーダーを取れたしよ。そろそろ閉店時間だからね。自動販売機で注文したい人はいますか？わー、いいね。お腹空いたよ。頼んでいい？どうぞ。よかった。さて、何にしよう。あー、そうだな。じゃあバナナをもらおう。それとあとは何がいいかな。あー、オレンジジュースが美味しそうだ。それじゃオレンジジュース。よし、これでいい。注文が来たよ。バナナだって。それとオレンジジュース。よし、ここからじゃじゃーん。やった、オレンジジュースだ。大好きなんだよね。毎日飲んでる。あー、うまい。それとバナナ。あれ、これって電話だっけ？もしもし、ハロー。いや、誰も出ない。ねえ、隣にある僕のレストランにおいでよ。おいしいバナナスペシャルを作ってあげる。さあ行こう。え、レストラン？いいね、行くよ。でも、やった。追加料金があるけど。そんな、お金ないよ、やだ。ヤッホー、おやつ楽しみだな。オレンジジュースをコップに入れよう。トク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 。よしと。お、入った。うまいね、最高。じゃあ、バナナスペシャルを作ります。まずバナナは絶対にいるよね。アイスキャンディー、魚、それとちっちゃい七面鳥。よし、あとは何かわかんないけど、それとこれもわかんないけど、あと人参も入れる。塩で味付けします。ケチャップも。パイ入れよう。はい、出来上がり。お皿を多めに並べるよ。オッケー。わー、すごい量だな。全部僕の？そうだよ。すごく豪華だね。パイはデザートか。魚があってヘルシーだ。あ、バナナはもっとヘルシーだね。こんなのもあるよ。オレンジみたいだ。アイスキャンディーに人参もある。すごいな。よし、食べるぞ。ちょっとあっち向いてて。あれなんだ？え、何が何が？何かある？見えないけど。ライアン、どうしたの？流れ星が見えた気がした。流れ星？何も見えなかったよ。そう、じゃあいいや。
召し上がれ。やった、いただきます。うまい、うま、いや、これうまくないじゃん。ひどい味だよ。めちゃくちゃ辛い。水飲みたい。何か飲み物。楽になった。ライアン、何を入れたんだ。辛いよ。僕何もしてない。ボリュームたっぷりで美味しいはずだけどな。お金はちゃんと払ってね。嘘、お金払うの。全然残ってないよ。もう3ドルしか持ってない。はい、これで足りる。大量の食べ物を出したんだよ。辛くないホットソースもかけたし。だからお会計は72兆5000億円だよ。72兆5000億円だって。そんな大金ないよ。どうすればいいんだ。じゃあカップスタッキングチャレンジで僕と勝負して。それ君はまだやったことないよね。ああ、チャレンジか。わかった。じゃあやってみよう。それではカップスタッキングチャレンジを始めるよ。負けた方が皿洗いをやる。でも本当は皿洗いも悪くないんだ。だってお会計から20兆円割引してもらえるから。わあ、それいいね。すごく助かるよ。割引してもらえたら今回の食事代が払える。でもまだあと50兆円払わなきゃいけないけどね。ああ、そんな。まあとにかく皿洗いはやらなきゃダメだな。カウントして。ねえ、これは一番下にするんじゃない。最後のカップでしょ。ああ、そうだね。 よし、3、2、1、スタート。わあ、始まった。よし。早いね。まずは5個か。で、次どうするの。あー、わかった。これをこうして、こうして、こうして。あー、しまった、落ちた。こうして、失敗。おわ、あ、僕のも落ちた。最初からそんな。ねえ、これで合ってるのかな。ライアンのお手本にしよう。もう最後。嘘。うわあ、負けちゃうよ。やだ。よし、できたぞ、完成。何、どうするの。何なんだ。勝った。あ、やられた。くそ、落ちてるよ。落ちてる。そんな、負けちゃったよ。じゃあ皿洗いよろしく。でも20兆円引きになるからいいよね。あー、参った。割引してもらえるのはありがたいけどさ、皿洗いするのか。イエイ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 。皿洗いしなくて済んだ。ふう、しょうがない。皿洗いを始めるか。じゃあグローブをはめて。あ、このグローブめちゃくちゃちっちゃいな。全然入んないよ。よいしょ。あ、きつい。入った。これでよし、洗うぞ。はいはい、スポンジでゴシゴシゴシ。すごい借金ができちゃったな。全部払い切れるといいんだけど。自動販売機ごっこ見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー、元気いっぱい。バーイ。それじゃこれでヘイデン。閉じ込められた。出られない。壁を壊そう。また見てね。バーイ。あ、星5つよろしくね。これで星5つ。すごく辛かったよ。うっそー。